いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。キリュー。
お。兄貴。Story on. Chapter 7, the Mad Dog. So, ka. Wakatta. Goguro. どうやら神田の組が四代目に勝ち込みかけられたらしい。それで組の上層部は壊滅状態。たった一人で神田とやり合うとはさすがだな。堂島の竜の名は錆びついてねえようだ。どうやら桐生さんは例の沖縄の一件で動いてるようだ。あんたがこの計画に乗ってるという情報を掴んでいるかもしれん。そうなら次に桐生が攻め込むのはあんたのところだ。沖縄のリゾート計画、あんたに紹介したのはこの俺だ。リゾート建設に関わる利権、あんたの組に入る金は千億はくだらない。今俺らの中で六代目を弾いた可能性が高いのは間違いなくあんたなんだぜ、マジマの兄さん。おお、マジマ。俺はカムロ町をこの手に収めたい。それがどういう意味か分かりますよね。 Damn, I was hoping I wouldn't have to fight Majima, but it always happens. 今桐生さんに暴られたら一番困るのはあんただ。やり方は任せます。後始末しっかり頼みましたよ。Man talking to Majima like that, what? This dude is straight changed. Come on, Majima, what a wild and crazy dude at? They don't care about nobody. This dude drunk or was he asleep?
兄貴もまず飲みましょうよ。キリュウ、とんでもない情報が入ったぞ。今日の夕刊です。うちの政治部のスクープです。ついに防衛大臣のタミヤが民事党と沖縄県議会をまとめたようなんです。つまり基地拡大法案の成立は確実ってことか。基地とリゾートはもともとワンセット。基地が動き出したことでリゾートの開発も一緒に動き出したってわけだな。これでどうしてリゾート開発が再開されたのかが分かりましたね。ところで桐生、このリゾート開発、裏でとんでもねえ奴が絡んでるようなんだ。政治部の記者宛てに届いた情報です。匿名の情報筋からこんな写真が。これはどうやら鈴木が仕掛けているリゾート開発、裏で建設の利権を得ようとしていたのがあの真島組らしいんだ。Man, we on a straight collision course. Excuse me. Get out the way.
then. Help me level up more. どうも。
him. そこでは売ってないんだよ。嘘だ、売ってないであるもん。あそこはそのおもちゃはおもちゃでもだな、売ってないんだよ。わかんないよ、だってでも。Be his little ass。
just do grand, what? Oh, jeez. Sorry ass up. How the fuck you gonna make me run? For me, now you're talking about a guy. You got a stun guy? You a contract killing, all that you got is a stun guy? Yeah.
されてる。やろう。That's what they got. Like, I ain't got to take them all the way back to the damn place.
chase this fool all over the place. いらっしゃいませ。ありがとうございました。
That's it. See some Tokyo titties. Yo, okay. Ooh. Man, keep fucking around, it's gonna be my turn. I'm gonna beat your ass. The beatdown commences. Okay. Oh, okay.
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
お。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Oh!
死ぬ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃい。 Yes. ありがとうね。Yes, ma'am. Thank you, ma'am. いらっしゃい。ありがとうね。
こへ。Obey. いらっしゃい。
ありがとうね。